欧州連合加盟国全社禁止一部航空会社を禁止一部航空会社を禁止、その他航空会社は、アネックス、B 制限下一部航空会社が、アネックス、B 制限会 EU 域内乗り入れ禁止航空会社の一覧では、欧州連合が航空会社の安全管理体制に問題があるとして、EU 域内での飛行、離着陸を禁止した航空会社について述べる。 欧州連合に乗り入れの禁止を指名された航空会社はヨーロッパ諸国への路線の開設や領空の飛行も不可能になることを意味する。なお、スイスは欧州連合には加盟していないが EU 加盟国に囲まれているため EU 域内への乗り入れが禁止された航空会社はスイスへの乗り入れも不可能となる。また、2016年にはイギリスが EU を離脱する。 胸の意向も示しており、EU からの離脱が正式に決定すれば、イギリスへの乗り入れも、理論上可能となる。ただし、スイスと同じく EU 諸国に囲まれていることや、イギリス政府が EU とリストを共有するか否かは、公式に明言しておらず、イギリスが EU を脱退後もリストを共有することは、あり得る。乗り入れ禁止の航空会社のリストアップを行うのは、乗り入れを禁じられた。 航空会社に対し、より安全意識を持たせるためであるが、航空会社によっては、安全が確認された一部の機体は乗り入れ可能とする、例外的なルールがある。安全管理体制の問題というのは以下に示すなどと、されている。2004年1月に、エジプトの民間航空会社、 フラッシュ航空のボーイング737型機がエジプト沖の航海に墜落し乗っていた148人の乗客乗員全員が死亡する事故が発生し、そのほとんどがフランスからの観光客であった。さらに調査でフラッシュ航空は2002年10月にスイスでの抜き打ち検査で安全基準を満たしていないとして乗り入れを禁じられていたことが発覚。この スイスの決定に追随したのは当初、ポーランドのみだったが、欧州委員会は、航空会社に対する安全対策で、EU 圏内の一部の国家で開始されていた危ない航空会社リストを統一し、2006年3月22日に欧州委員会で統一したブラックリストを発表。以後3ヶ月ごとに更新し、公式サイト及び旅行代理店などに掲載されることとなった。また、 2007年にインドネシアにおいてアダム航空とカルーダインドネシア航空が相次いで重大事故を起こしたため一時期はインドネシアのほとんどの航空会社がこのブラックリストに乗っていた2019年には特区アンゴラ航空が制限を解除されている2020年3月1日現在国籍航空会社に対する制限機種による制限ありがとうございます